じょっ。今日は、3月4月、月間 MVP、セリーグ編をお送りします。まあ昨日はね、パリーグ編をお送りしましたけども、まあセリーグもですね、現状、1位、阪神、2位、巨人、3位、ヤクルト、4位、広島、5位、中日、6位、DeNA。ヤクルトがね、非常にいい形で頑張ってるなっていうところもありますし、阪神がね、独走したなっていうね、中もありましたけども、巨人がね、2.5 ゲーム差と、まあまあついていってると、ちょっと DeNA がね、13ゲームとかなり出遅れてるなっていう感じがね、まあここからどういう展開になるのか、まずはね、この3月4月の月間 MVP をね、各チーム発表していきたいと思います。皆さんもですね、一緒に考えてもらえれば楽しいと思います。さあ、DeNA。まあ DeNA はね、ちょっと開幕ね、かなり、苦しい戦いがね、この4月終わって、続きましたけども、DeNA の月間 MVP は、牧選手！いやー、よかったですね。その、本当に、このサズラクチャンネルのね、総チェックの中でも何回もね、お伝えしましたけども、まあ、こう、新人らしからぬね、堂々とした風貌、フェイス、そして活躍っていうところはね、非常に大きな、DeNA にとってはね、力かなと。しかもルーキーですからね。しかも外オースティンが来日できない中で、ファーストやったり、セカンドやったりね、そのポジションを変わりながら、ここ最近ね、若干落ちてきましたけども、まあ相手ね、チームも研究してきますし、あとやっぱ体力的にもね、このやっぱ厳しくなっていくんで、ゴールデンウィークね、デーゲームの中、連戦っていうところでね、まあここをどう乗り切っていけるか、非常にね、新人選手にとっては大きな課題になってくるので、まあね、この、でもこの開幕してからの頑張りっていうのは、非常に DeNA にとってはね、大きかったんじゃないのかなと。これがね、勝ちに結びついていければね、非常にいい形でね、戦っていけたんじゃないのかなと思います。そして、次に来るのはやっぱりね、佐野選手ね、3割4厘と安定的な、打撃ができてるっていうのは非常に大きいかなと。まあ、ここから外オースティンのね、活躍次第では、上るか下がるかっていうところになりますけども、この3月4月の月間 MVP は、牧を押したいと思います。続いて、投手陣。投手陣はですね、全体的に苦しかったっすよね。まあ、その中で、里崎チャンネル的に選ぶとするなら、三島投手。ね。11試合登板して、まあ、2敗、負けはありますけども、まあ、3セーブと、防御率 0.90 と、いう形で結果を出している。あと、山崎選手ね。15試合登板 1.26、1勝1敗でっていうところでね、この安定感増すっていうところで、まあ、ここがね、もっともっと安定してね、この負けが勝ちにね、繋がったりとか、負けがそのままなくなってセーブになったりすると、より、いい形ができるかなと。でも、全体的には、投手陣ね、苦しいですね。まあ、ピッチャー出身のね、三浦監督がここからどう修正していくのかっていうところを期待したいと思います。佐々木チャンネル的に DeNA は野手、牧、そして投手は三島投手でした。続いて、中日ドラゴンズ。中日ドラゴンズの野手の月間 MVP は、大島選手。ね、今年はチームパリーグ、現在3位、3割2分4厘3毛というところで、もう、出塁率3割7分5厘、ね、盗塁部4個と、まあ、しっかりとしたね、いい活躍できてるんじゃないですかね。まあ、ここからね、しっかりさらにね、この一番バッターで塁をかき目出しながら出塁していってね、後ろのバッターにチャンスメイクっていうところができればね、さらに良くなってくるのかなと。まあその中でね、やっぱりビシエドの安定的な活躍がね、この大島の出塁を生かすっていうところで、まあビシエドがね、2割7分5厘とっていうところで、もうホームラン数とかここビシエドが上がってくればっていうところでね、いい戦いが、できるんじゃないのかなと。あとまたね、高橋周平2割7分8厘というところでもうちょっと上がってくればっていうね、で強打が2番、強打も上がってくればっていうね、ところもありますけども、野手のね、月間 MVP は大島っていうところじゃないですかね。で続いてですね、投手、中日の投手月間 MVP は又吉。14試合登板で防御率 0.73 と、この前のね、あの大ピンチで登板して、サンズをダブルプレイ取ったとかね。まあ、後ろはね、まあ、ライデル・マルティネスがね、ちょっと遅れてね、ちょっと後ろ倒しになりましたけど、今帰ってきて祖父江福っていうところがありますけども、この又吉のね、先発の中継ぎ、ジョイントっていうところがね、非常に大きなね、ウェイトを占める戦いになるんじゃないのかなと。しかもしっかりね、ホールドも、稼いでますし、フォアボールもね、少ないっていうところが、今年はね、いい活躍がね、できてる、証拠なんでね、ないんでしょうかね。あとはね、先発投手陣が、まあ、勝つの、いい形で上がってきましたし、王のにもうちょっとね、勝ちを
つけてやればね、もっと大野がね、こうやって出てくるんで、やっぱ大野の時のね、援護点っていうのをね、チームとしては重んじてね、やっていくことによって、勝ち星がね、増えていくんで、まだ大野がね、一勝っていうところはね、こう昨年と同様、ちょっとね、出だしが苦しいっていうところなんで、この大野のね、ところに勝っていけば、いい形にできてくるんじゃないのかな。そして先発の中継ぎのジョイント役としてね、この又吉の活躍っていうところと、ちょっとまだね、福祖笛っていうところもね、ちょっとバタバタしてるところもあるんで、そこでね、この前みたいに途中からね、イニングの途中から行ってピンチを刈り取るっていうね、ところでは非常にいい活躍、ここまでもできてるんじゃないのかなと。だからドラゴンズは、バッターは大島、そして、ピッチャーは、又吉でした。続いて、広島カープの打者、月間 MVP は、菊池。いやー、今年は素晴らしいですね。まあ、今年もかな。まあ、守備ではね、なんかもう、エラーじゃないプレーとかね、ありましたけども、バッティングでも非常にいい活躍がここまでできてるんじゃないですかね。3割5分2厘と、セリーグ、トップと、セパ合わせても最高打率と、得点21が最多、安打数45が最多、塁打数66も最多というところで、で、ホームランもね、5本打ってるっていう、非常にいい形のね、素晴らしい頑張りっていう活躍っていうのがね、できてる。この菊池のね、守備でも、打撃でも、走塁でものね、この献身、貢献度合いっていうのをカープにとっては非常に大きな存在になってるんじゃないですか。で、そのね、次に来るのはやっぱ鈴木誠也のね、この3割2分3厘5本の安定的な活躍、ホームラン6本、フォアボールの多さ、出塁率の高さっていうのも非常に素晴らしい、このね、いい形の流れっていうのができてるんで、まあもう一つ、言えば、この西川選手がね、もうちょっと打率がね、上がってくれれば、さらにっていうところもありますし、クローンが復活してね、打率は低くてもね、パンチ力あるっていう形ができれば、いい形のね、個性っていうのが出てくるんで、非常にいいね、打撃、収めてるんじゃないですかね。カープは、チーム打率が2割6分と、セリーグ1位というところでね、こういったところも影響してくるんじゃないですかね。あとはショートのね、小園、田中。守備、攻撃もってあげとこう、みたいなね、ところの争いっていうのもありますし、しっかりね、いい形を持っていくためには、もっと大事かなと。でも、菊池投手のね、頑張り、非常に良かったんじゃないですかね。さあ、続いて、投手部門の月間 MVP は、栗林。いや、ここまで非常にいい活躍がね、できてるんじゃないですかね。12試合登板、8セーブ、防御率 0.00。新人ですからね。非常に素晴らしいですね。最初はね、どうかなっていう風に見てましたけども、最近もう安定感抜群で、安心して見られるっていうところも非常に大きな活躍じゃないですかね。あとはまあ森下のね、3勝2敗っていうところも非常に素晴らしい防御ですね。1.80 っていうね。で、まあ新人投手の頑張りなども含めてですね、いい形のものはできてるんで、ここがね、壁合えばもっとね、上に行くんじゃないですかね。ということで、カープはバッター、菊池投手、栗林でした。続きまして、ヤクルトの打者部門月間 MVP は村上選手。パンチ力もあり、打率もね、ちょっとね、あれ、足踏みでしたけど、上がってきましたしね、なんて言っても走塁、相手の隙を見つけてはそこを盗んでいく走塁、あとはこのベンチでのね、立ち振る舞い、声、ね、まあキャプテンは山田ですけどね、山田がこう、せーのね、俺の背中を見てついてこいっていうタイプだったら、村上は堂々ね、全部表現豊かにして選手を引っ張っていくタイプ。このね、まあ二人のね、違う個性がチームを引っ張っていくっていうところではね、非常にいい形なんじゃないのかね。あとはベンチのね、あの雰囲気っていうのも見ててね、非常に良さそうですし、この逆転するぞっていうね、勢いがベンチから出るっていうね、形もあるように見えて、その中心にね、山田選手、村上選手がね、いるっていうところは、非常に素晴らしいチーム状態じゃないんでしょうかね。あとはやっぱり結果でも引っ張ってるっていうところもね、大きいんじゃないでしょうか。ホームラン10本ね、打点22っていうところは非常に素晴らしい。盗塁も2個してるってね、相手の隙を見つけて走っていくよっていうね、形ではアグレッシブな戦いができてるのか。まあもちろんね、山田選手のホームランね、今10本ね、タイに並んでるっていうところも素晴らしいですし、まだね、ちょっと足の状態、盗塁がないんでね、どうなのかなっていう不安はありますけども、打撃としては非常に素晴らしい。そして忘れてはいけないのが、この2番に座った中村選手のね、このジョイント部門の躍動感、そして山崎選手の1番、そして塩見の活躍。このね、3人も、非常に忘れてはいけない存在なのかなと。しかしその中で月間 MVP ヤクルト部門は村上選手に挙げたいと思います。続いてヤクルト投手部門は金久保選手に月間 MVP 挙げたいと思います。やはりね、この、まあ、まだ2勝っていうところで少ないですけども、ちょっと未来へのね、期待も込めて防御率 2.11 とっていうね、形でこのいい形でできてるっていうところもありますし、石山選手のね、8セーブっていうところもありますけども、やはりこの中で
里崎チャンネル的に一番上げたいのは期待も込めて金久保選手を推したいと思います。まあ、マクガフのね今年の安定感というのも非常に素晴らしい、ヤクルトにとってはね大きい存在になっているとは思いますけども、この金久保選手のね活躍、そして5月のねさらに伸びる活躍っていうのはね期待せざるを得ないところもあるので、ヤクルトの月間 MVP は打者村上、投手金久保選手送りたいと思います。続いて巨人の野手部門月間 MVP はウィーラー。いや、ウィーラーにあげたいと思います。途中ね、コロナ陽性でね、離脱者の中に入ってですね、チームを離れた時もありましたけどもですね、離脱前、離脱後っていうところで考えても、安定的な素晴らしい活躍、そしてね、テームズ、スモークっていう外国人選手がね、来日で試合出る中で、ちょっとね、自分の居場所が失われる可能性がある中でですね、まあ、テームズ選手がね、ちょっとアキレス腱断裂っていう大怪我を負ってしまってですね、今季復帰は厳しい状況の中でですね、その後ね、すぐ出た、神宮での試合、ウィーラー選手の活躍っていうのは非常に大きかったですし、その後も安定した活躍、なんて言っても今ね、打率5割です。出場試合数がね、ちょっと少ないっていうところを考えてもですね、24本のヒット、ホームラン2本、打点球、このウィーラーの活躍、キャラクターっていうところはジャイアンツにね、一味も二味も強いスパイスをね、出していくっていうところを考えれば、このウィーラー選手の月間 MVP 受賞もね、おかしくない、存在じゃないのかなと、思っております。もっとね、もうちょ、岡本選手もね、ちょっと上がってきたっていうところもあるんでね、で、丸も帰ってきたね。でも、この完全体のね、中でどこで戦うかっていうところでは、梶谷もね、最初ちょっと落ちたんですけど、ここは一気に上がってきて、月間33本安打ってね、2割8分と、いいね、活躍も見せてますし、その中ではジャイアンツ、ウィーラー選手を月間 MVP に、したいと思います。続いて、投手部門のジャイアンツ、月間 MVP は、もぐらし、高橋投手。なんと言っても、ハーラートップの5勝。正直ずっと調子いいかっていうと、そんなことは決してなくて、何かのね、チェンジアップがおかしかったりとか、何かおかしかったりっていうところもね、試合の中で随所ある中で、そこをしっかりね、修正しながら、もしくは大城とね、協力しながら、自分の結果を出していくっていうところでは素晴らしい活躍、防御率ね、1.80、5勝。5勝っていうのはね、セパの中で一番いいと。しかも安定的にね、活躍してる。でもちょっとね、フォアボールが多いっていうところがね、ちょっとまだ怖さあるねっていうね、ところもありますけども、このね、3月4月の月間 MVP ジャイアンツはね、この高橋投手、いいんじゃないでしょうかね。ということで、ジャイアンツは野手、ウィーラー、投手、高橋、ね、っていうところで月間 MVP を送りたいと思います。続いて、阪神タイガース、現在首位でございます。阪神タイガースの野手部門、月間 MVP は、大山選手。いやー、迷いましたけどね。サンズと迷いましたけども、33本ヒットね、そしてホームラン5本、打点23と、まあ、勝負強い活躍っていうところはね、非常に素晴らしいんじゃないのかなと。でも、同時上げてもいいんだったらサンズね、このなんかインパクトっていうところでやっぱサンズが強いのね、俺の中では。このね、いいところの一発ね、っていうところのサンズっていう形、活躍もね、この3月4月欠かせなかったんじゃないかなと。そこでね、もう一人来るのが、糸原。この糸原の活躍っていうのも非常にね、タイガースファンの皆さんどうですか？大きかったように思えるんですよね。やっぱ近本がね、最初ちょっとね、調子が上がらない中で、この糸原の出塁で、その後のマルテ、大山、サンズにね、繋げていくっていうところは非常に大きな活躍。で、こうね、終盤のね、梅野っていうところもありますけども、まあ、サンズと迷いましたけども、打者部門は大山で、佐々木チャンネルは送りたいと思います。タイガースファンの皆さんは誰でしたか？ぜひ教えてください。さあ、続いて、投手部門の月間 MVP は、ガンケル！ね、5試合登板して4勝、防御率 1.78 っていうのは、素晴らしい、活躍だったんじゃないですかね。どうですか皆さん、まあ、いい意味でのね、期待を裏切った最高の選手だったんじゃないのかなと。で、ここからね、アルカンダラ、チェンもこの前いいピッチングしましたし、外国人選手のね、登録っていうところが今後の阪神のね、浮き沈みでかなり大きなね、ウェイトを占めるその判断っていうのはありますけどもね、今後ね、矢野監督を含め、どういったチョイスでね、外国人選手をね、投手、野手ともにね、チョイスしていくのかっていうところは、非常に大きな順位を
上げ下げする大きな判断になってくるので、そこを楽しみながらね、この5月の戦い、まあ交流戦も入ってきますしね、見ていきたいと思います。でもね、投手陣もみんな頑張ったよね。スアレス、そして岩崎、でまあ西っていうところのね、頑張りもありましたし、まあ藤浪晋太郎のね、活躍っていうのも、非常に、頼もしい、活躍だった。あとね、新人の伊藤選手のね、この頑張りっていうところももう、上げたらきりないね、タイガースのピッチャーは。その中で、佐々木チャンネル的にはガンケルを MVP をしたいと思います。打者では大山、ピッチャーはガンケルでした。さあ、全チームの月間 MVP 野手部門、投手部門を発表してきましたけども、最後に今シーズン3月4月、セリーグの月間 MVP は、野手部門は、広島、菊池選手。やはり、セリーグトップの、高打率3割5分切り、得点21、安打数45もセリーグトップというところ で守備でもね、安定的な活躍を見せている。攻守にわたって素晴らしい活躍だった3月4月、菊池選手に佐々木チャンネルでは月間 MVP を送りたいと思います。続いて、投手部門。投手部門は、ノーマークでジャイアンツ、高橋選手。やはり防御率 1.80、そして5勝っていうところはね、非常に大きな活躍だったんじゃないでしょうか。で、皆さんの月間 MVP は誰でしたか？佐々木的にはセリーグは打者菊池選手、そして投手は高橋選手が受賞しました。皆さんのですね、各チームの月間 MVP、 もしくはあなたが選ぶ月間 MVP、 あなたがファンのチームの月間 MVP をぜひコメント欄で教えてください。皆さんで楽しんでいきましょう。ということで、セリーグ編お送りしました。ゲームさん離れてますけどもね、この5月どういう戦いになるのか、ゴールデンウィークはどういう風に過ごすのかっていうところを皆さんで楽しんでいきましょう。ということで、月間 MVP の菊池選手、高橋選手、おめでとうございます。